はい、お疲れ様です、吉谷さん。まあ、1年を振り返る時期がぼちぼち来るわけなんですけども、今年もね、自分自身も売り上げ上げましたけども、なんかやっぱこう人を稼がしたなっていうところが、まあ今年もなんかいろいろとね思うところがあるなってことですよね。で、人を稼がしたなっていう反面、同じようにやった、いやもっとねそれ以上にやってあげてるのに稼げてない人がいるんですよね。まあ、これってのは仕方がないのことかもしれませんけども、結構稼げる人っていくつかメッセージを投げると、自分で考えて自分で行動してどんどん成果を上げるんで手間がかかんないんですよね。でも稼げない人ってのはまずは行動しない、行動したところでちょっとトンチンカンですぐに、塞ぎ込んでしまうとか、辞める言い訳を並べてくると。辞める言い訳をね30分とかね、下手したら1時間とか長い動画にして送ってくるんですよ。いやまあそれ一言で済むだろうと、今できませんとかね、なんかやりませんとかね、何なんだろうなと。で、私をね言いくるめたところであんまり意味がないですよね。まあそれよりも挑戦してもらいたいなっていうところですかね。まあみんながみんな同じようにできるとは思わないんですけども、少なくとも売れてる人ってのは私に長い動画を送る余裕はないんで、どんどん自分のことやるのかなと思いますし、やっぱり何かをやってるっていう風に、そこにはまっちゃうんでしょうね。有益なことをやるんだったらまだしも、無益なこと、もしくは有害なことに時間を使っちゃうと、全然うまくいかないかなっていうのと、あといろんな YouTube を見てますみたいなことも言うんですけども、いろんな YouTube を見るなと思いますよね。まあそもそもですよ、私は思うんですけども、全部が全部ではないんですけども、稼げない人が見る YouTube って稼げないネタなんですよ。だからそうじゃなくって、どんなものを見ても目的に向かう、つまりここで言うと稼げるってことなんですけども、稼げるものに転換できるようなね発想を持たないといけないんで、もう全てはそこですよね。もう再生回数ゼロの動画を見ても、そこから稼ぎのネタを編み出せるのか、それとも再生回数100万回でもね、やっぱり稼げるネタをそこからね、ひねり出せるのか。何を見ても、何を見なくても、何をしても、何もしていなくても、自分の内側からね、まあ、クリエイトできるようになるまでは、時間もかかるし、経験もいると思うんですけども、とりあえずは言われた通りにシンプルにやってみることなのかなって気がしますけどね。あと自己肯定感がやっぱり出てくると邪魔になるんで、例えばこれだけやったのに売れませんとかね、いやまだ売れないレベルでしかそれだけしかやってないんでしょみたいな、ね、私は思うんですけども、それこそ1動いて10売れれば言うことないんですけども、100動いても1売れないのが、それが多くの方の現実ですからね。だからそれを受け止めて、100や200じゃ売れるわけないかと思いながらね、まだまだ工夫して数をね打ち込んでいかないといけないのかなと思います。まあ、その中で出てくるんじゃないですか、このペンを売ってみろみたいなエピソードも。でも実際に、まあ、このペンを売ってみろって似たやつでね、トラさんでも同じことをやってるんですよ。トラさんが自分の甥っ子の三男がセールスマンやってて、全然物が売れなくてダメだよとかってね、その甥っ子は靴を売ってるんですけどね、靴が全然売れないって言ってるんで、よし、すんじゃあお前そこにある鉛筆をねおじさんに売ってみろと、おじさんも商売して生きてるんだと、お前ね立派なセールスマンなんだろ、おじさんに言ってみろって言ったら、売れるわけないじゃないかって言うんですよね。でもその目の前でトラさんはその鉛筆を売ることに成功するわけなんですよ、同じメンツに対してね。でみんながすごい、やっぱりすごいねってなるわけですよ。つまり売り方、知らせ方なんでしょうね。だから売るスキルってのは確かにあります。はっきり言っていらないものにもいると思わせるような必要性に気づかせてあげることなんでしょうね。ということでございました。いってらっしゃい。